最近だからその海外のなんかコメントも、なんかね、これも言われたんだけど、なんかアステイ君最近英語を喋る機会減りましたよねみたいな。もう英語圏の人に気持ちを届けるつもりはないんですかって言われたんだけど、そうじゃないんだよな。なんか逆なんだよね全部。言われたけど、英語のコメントがそもそも流れてこないんだよ。英語のコメントを拾う機会がないから、あんまり。まあ、昔に比べたらマジで減ったからね。マジで減った。英語のコメント自体がね。めちゃめちゃチクチク。いや、そうなんだよ。いや、そうなんだ。めちゃめちゃチクチクされてるよ。だ別にこれ僕は書いてくれりゃいいんだよね。僕はね。僕は全然、まあ、英語しかわかんないけどね。ちょっと他の言語だと、他の地域の言語だとちょっと無理なんだけど、そうそう、だから別に英語のコメントを拾ってないわけじゃないんだよな。いや、違う、だからその海外の人が日本語で打って、それを拾うのはさ、もう別に僕は関係ないじゃん。だからその、英語を話す機会が減ったって言われると、いえ、そもそもないからみたいな。そもそもないからなっていうのであって。別にみんなが日本語のコメントで打つことには別に何の問題もないのよ。何の問題もないのね。別に自由にコメントしてくれたり。でも、それも多分なんか、一個あると思うよ。いや、みんなが頑張ってることは超偉いんだけど、これもその一個のさ、さっきの話と同じで、みんなが頑張ってさ、日本語をさ、書くやん。海外の人が。そしたらさ、もともと英語で書いてた人がさ、あ、これもしかして書けないんじゃないかみたいな。あれ、もしかしてこれって、英語で書いちゃダメなんじゃないか、ここの場所はってなっちゃうんじゃない。もしかしたらね。もしかしたらよ。まあ、全然だからもう、マジで、好きに書いてくれていい。だから日本語頑張ってくれてる人が悪いわけでもないし。うわ、この武器消せ、マジで。この武器ガチで消せ。マジで消せ。